慶義塾大会少林寺拳法部の本年度のチーム目標は全日本学生大会総合優勝と早慶戦で完全優勝することです。部員一丸となって目標達成できるように頑張ります。慶応義塾支部監督の篠永です。慶応義塾支部一丸となってこれから神奈川、全国、世界へ向けて一丸となって頑張っていきますので、皆様で少林寺拳法全体を盛り上げていきましょう。